6番キングヘイロー。まずまずの仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。2番マルゼンスキー、6番人気です。実力は引けを取りません。2番人気は10番カレンちゃん。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。9番桜爆心王、3番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。短距離戦の猛者が集うこのレース、序盤から目が離せない展開になるでしょう。現在1番人気は2大スプリント覇者、4番桜爆心王。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、2大スプリント覇者カレンちゃん。注目の2大マイル戦覇者6番キングヘイロー、5枠6番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番桜爆心、8番マルゼンスキー、カレンちゃん。落ち着かない様子、期待通りの結果を出せるか。1番人気4番桜爆心。さあ激しい先行争いで前に出たのは9番桜爆心、マルゼンスキー。並びかけてきた9番桜爆心とマルゼンスキー、2人とも鼻は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。4番桜爆心号、ペースが速い。現在1番手は9番桜爆心号、続いてマルゼンスキー、その後ろに4番勝利に向かってバッチリ。さらに8番下がらずカレンちゃん。みんな大好きだよほらあなたもカレンに夢中になっちゃえ。あとは1番、少し後ろから12番、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。400を切りました。最終コーナー、最初に立ち上がったのはカレンちゃん。9番、桜爆心を先頭に変わった。残り200で9番、桜爆心を苦しいけど粘っている。6番、キングヘイロー、完全に抜け出した。6番、キングヘイロー、足を衰え。6番、キングヘイロー、今ゴールイン。短距離レースのチーム代表戦を制したのは6番キングヘイロー。チームへ捧げる見事な勝利です。2着は9番さくら爆心を。さすがキングでしょ。8番ウォッカ、4番人気です。ライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。5番人気、7番サイレンススズカ、注目の1番人気。2番サイレンススズカ、人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。3番人気は12番エアグルーヴ。いい感じに気合が乗っていますね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。繋がれた勝利のタスキを次へとつなげられるか。第2レースへの期待も高まります。このレース最も人気を集めているのは2番サイレンススズカ、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ダイワスターレット、注目の2大マイル戦覇者、8番ウォッカ、6枠8番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。ね、揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのは2番サイレンススズカ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番サイレンススズカ、そのうち並んで5番1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。2番サイレンススズカ、快調に飛ばしていきます。
5番手に10番この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。先頭は依然2番サイレンス鈴鹿、2馬身リード。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあアレルフスマ、ここからどうなるか。現在1番手は2番サイレンス鈴鹿、続いてガイガンターレット、それを見るように7番サイレンス鈴鹿、2馬身3馬身開いて10番1番ウォッカ、5番手5番並びかけてきた、外を回ります。エアグルーブ、さらに外から8番ウォッカ、内を回って6番、さらにその内からは11番後方2番手に9番3番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。2番サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、残り400、第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。やっと見えた。スピードの向こう側、静かでどこまでも綺麗な、私が見たかったもの。外から飛んできたのは8番ウォッカ、苦しくなったのでぶっちぎるぜ。残り200、2番手争いは8番ウォッカ、1番ウォッカ、2番サイレンス鈴鹿、ここまでか。並びかけてきたのは8番ウォッカ、8番ウォッカ、差し切ってゴール。マイルレースのチーム代表戦を制したのは8番ウォッカ、見事な勝利をチームへ届けました。2着は2番サイレンス鈴鹿、3着は1番ウォッカ。注目の1番人気、6番ナリタブライト、人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。3番人気、2番エアグルー、10番人気は11番、2番人気は10番、メジロマッククイーン。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。5番人気、9番ナリタ大使、ライバルたちは強力ですが放送を期待したいですね。ここまで1着を逃していないチームがあります。観客の期待もどんどん上がってきました。3番人気にはエアグルーヴ、2番人気を紹介しましょう。三冠ウマ娘メジロマックイーン、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って三冠ウマ娘ナリタブライアン1番人気です。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。さあ花に立ったのはメジロマックイーン、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はナリタブライアン、オグリキャップ、並びかけてきた、少し離れてエアグルーヴ、それを見るようにアグネスタキオン、外を回ります。12番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。メジロマックイーン快調に飛ばしていきます。先頭はメジロマックイーン、三振で飛ばしていきます。2番手の手、先頭を伺うのはエアグルーヴ、それを見るようにオグリキャップ、4番手にアグネスタキオン、12番、続いている、すぐに続いてナリタブライアン、少し離れて7番、そしてその後ろから行くのは11番、成田大使、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずメジロマックイーン、続きましたオグリキャップ、そしてそのうちエアグルーヴ、さらにはアグネスタキオン、差がなく成田ブライアン、12番、続いている、少し離れて7番、1馬身差、11番、内から内から成田大使、2馬身離れて5番、後方2番手に8番、1番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭をいきます。メジロマックイーン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、現在1番手はオグリキャップ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。時が来ました。参ります。内から来るか外から来るか、早く早く、誰よりも早く。甘く見て後で吠え面かかないでよね。私がマジだってこと教えてあげる。レジノマスイーン、ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。死ね。400を切りました。さあ外から先頭を狙うのはラリタブライアン、最後のコーナー、先陣を切ったのはレジノマスイーン。
グネスタジオン。面白いです。実力は引けを取りません。2番人気は9番エルコンドルパーサー。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。4番人気8番オグリーキャップ。ライバルたちは強力ですが競争を期待したいですね。7番人気は3番注目の1番人気1番スマートファルコン。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。言わずもがな、期待すべくはあのチームのあの馬娘でしょう。1番人気はもちろんこの子、2大ダート戦覇者スマートファルコン。3番人気には2大マイル戦覇者怪奇シャトル。2番人気は秋の三冠馬娘9番エルコンドルパサー。実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。スマートファルコンと怪奇シャトル、この2人が競り合っているぞ。スマートファルコン上がっていきます。1コーナーから2コーナーへ向かうスマートファルコン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは怪奇シャトル。そのうち並んで6番9番エルコンドルパター、並びかけてきた。さらには7番エルコンドルパター、外目をついて11番カンバシンサー、オグリキャップ、その後ハルムララ、外目をついて3番、そして内目をつきましては2番後方2番手に12番向上面に入って先頭はスマートファルコン。依然先頭はスマートファルコン。続いて怪奇シャトル、その外並んで9番エルコンドルパター、少し離れて7番エルコンドルパター、その後から11番内を回って6番、少し後ろからオグリキャップ、内をついてハルムララ、そして内目をつきましては2番3番外から行く。それを見るように12番5番最高峰がスマートファルコン。先頭進みますが、これは正解でしょうか。スマートファルコン、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。残り400、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ここからだ、行ってもって10番エルコンドルパター飛んでくる。見ていてくれ、これは私の全力だ。角を通過、9番エルコンドルパター、先頭に変わった。並んでくるオグリキャップ、オグリキャップ差し切った。オグリキャップ差し切ってゴール。勝ったのはオグリキャップ。最終戦に弾みをつける大きな一勝です。2着には9番エルコンドルパター、3着に入ったのはスマートファルコン。よし、お腹が空いたな。2番人気は8番スペシャルウィーク。まずまずの仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。7番人気6番シンボリルドルフ。レースに気持ちが向いていないですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。4番人気1番ゴールドシップ。ライバルたちは強力ですが競争を期待したいですね。全勝のチームがいます。偉業は成し遂げられるのか。最終決戦いざ参りましょう。現在1番人気は東海帝王、3番人気には5番スペシャルウィーク。さあ2番人気はこの子、秋の三冠馬娘8番スペシャルウィーク。十分に勝利を狙えますよ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。
ですね。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番、3番、12番。期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王。さあ花に立ったのは9番。このままリードすることができるか。3番並びかけてきた。3番9番。2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。第4コーナーカーブ、9番快調に飛ばしていきます。先頭は9番単身で飛ばしていきます。続きました3番、その後3、4マシン開いて。12番3マシン離れて。8番スペシャルウィーク、5番手には東海帝王、5マシン離れて。10番1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。その後山陽マシン開いて。シンボリルドルフ、その外並んで。1番ゴールドシップ、その後ろから。4番ゴールドシップ、それを見るように。5番スペシャルウィーク、後方2番手に。2番11番最高峰だ。意気揚々と先頭行きます。9番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。依然として9番、続いて3番、その後ろから。8番スペシャルウィーク、内で。12番東海帝王、この位置につけています。大きく離れて。1番ゴールドシップ、10番並んでくる。1マシン離れて。シンボリルドルフ、外には。4番面白くなってきたぜ。それを見るように。5番スペシャルウィーク、その後から。2番11番最高峰からという体勢であります。9番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。9番彼女の客室には合っていますね。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は変わらず。9番1馬身離れて。3番8番スペシャルウィーク、3番手4番手東海帝王。ここまでが先頭集団。先頭は依然9番1馬身リード。2番手に外から。8番スペシャルウィーク、残り 1000m を通過。3番手東海帝王、少し離れて。3番1馬身離れて。1番ゴールドシップ2馬身差。4番ゴールドシップ2馬身離れて。シンボリルドルフ、1番ゴールドシップ伸びてくるか。現在1番手は8番スペシャルウィーク。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ギリギリ詰める。1番ゴールドシップ、まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。我の前に道はなし、なればこそ勇王邁進。道は自ら切り開く。残り400。